キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、崖っぷち選手。はい、今日は日本ハムファイターズ編というところで、はい、ね、躍進2位。うん、しかもロッテに3連勝して、そう一気に3ゲーム離してね、おあるね、うん、あに、これどうする、うん、クライマックスシリーズでホークス負けて日本ハム日本シリーズ出たら引き分けありますからね、可能性ありえるよな、ホークスがちょっと今負け越したりとかね、ポロポロしてるんで、勢いでね、勢いで、なんかちょっと、2005年とかのロッテの匂いがするよね、なんかいい若手の突き上げと勢いでみたいなね、新庄さんも日本一になるぞみたいなね、まず言ってるし、これ3年計画でね、あの1年目のだからこれね、崖っぷち選手に新庄監督上げてるわけよ、はい、ね、うん、まあそれは3年連続最下位だったらね、うん、そう危ないっていうところで、はい、でもまあこれ AA クラスはほぼ確だね、うん、現状 ね、うん、だからね、分析していくと1年目、はい、奇策のわけわからんことばっかり、まあ俺らからしたらね、だから俺らが浅いのかもわかんないよね、こう考えたらもう一回一から新庄野球を勉強する必要性が俺出てきたなって最近思ってんね、うん、あんなもうだってもう焼け野原の日本ハムの状態から近藤が抜けて、もうだってねっていうところからね、一番最初わけわからんことばっかり言ってノーアウト満塁でエンドランとかね、だからもうダブルシールばっかりとか、こけてみたりね、こけてみたりいろんなことばっかりやってね、あので2年目ね、だんだんそれが静まってきて効果的にあるやつやって、はい、今はもう集大成来てるわけよ、はい、3年やで、うん、3年でここまで来てんねん、はい、これはもうもう一回一から俺らは勉強し直す必要ある、うん、やっぱり固定概念を、うん、頭カチコチを柔らかくするって YouTube やってるけど、うん、また俺もカチコチのボールにいる可能性ある、あ新庄さんの感じからするとね、うん、私なんかこう何より見てって思うのが選手たちの笑顔がすごいこう弾けてて楽しそうにやってるし、うんうんうん、ヒーローインタビューとかもすごい楽しそう、うんうん、うん、なんか勢いが今すごいですね、だからあれが令和かもわからないよね、うん、そうですね、だからそこをやっぱまだ俺も昭和平成の頭カチコチあるから、うん、もうちょっと勉強せなあかんな、はい、これでもし新庄さんが今年で辞めたら伝説になった、はい、でもせっかくならやっぱり優勝してほしいですよね、でもなんかこれで辞めるのがまた新庄さんっぽいね、まあそうですね、でもし辞めるってなってもね、うん、辞めたって言いそうじゃないですか、うん、急に、うん、日本シリーズまだ分かんないですもんね、全然分かんない、うん、全然分かんないよね、全然チャンスあるから、うん、クライマックス勝てばね、はい、だからもう新庄さんも脱出だね、うんうん、脱出そうですね、すごいわ、うん、開幕前は崖っぷち新庄さんだったんですね、そう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 、はい、で田中正義ね、はい、まあ、守護神としてね、うん、人的保障できて、うん、こっからどうなるのかって言ったところでちょっと今2軍です、今ちょっと新しい守護神が、ね、出てきちゃいましたね、柳川ね、はい、育成からね、うん、もっといい投げっぷりあるけど、まあ、またこれはこれでまた勝負やね、うん、どこまで続くかね、はい、まだみんなね初対戦もあるからね、うん、ここから慣れてくるのもあるし、うん、ただ正義も悪くないんやけどな、うん、いい球投げてるけど投げてみなきゃ分かんないみたいだね、そうなんですね、じゃあもうちょっとキャッチ引っ張っていった方がいいんちゃう、投げろパーッ弱気になんなーってそれビビっちゃうから、えビビっちゃうじゃないですか、ピッチャーでも相手見えへんで、相手バッターとか見えへんで、お、うん、俺だけしか見えへんらしいって言ってた、カラカワが、あ、だからカラカワ言ってた、これも実例だから、カラカワ言ってて相手見えへんって言ってた佐藤さんが言うの言う通り投げないとっていう、怒るから、うん、ちゃんと投げないとみたいな文句言わせないようにって言って、はいはい、勝負は常に対俺とらしくて、なるほど、相手バッター見えへんらしい、対バッターじゃない、対佐藤さんなんですね、うん、うん、めっちゃ集中するって言ってたよ、へぇ、相手にビビんないんだから、はい、誰が来てもなんとかって思わないらしいよ、だって見えないからって、でも今のこの日本球界に佐藤さんみたいなオラオラ俺の言う通り投げろやるわっていうキャッチャーいるんですかね、いなくないですか今の時代まあ、俺の見る感じはいなさそうだね、キャッチャーがあんまりピッチャーにどないに言ってるのか見たことないですよ、うわーいみたいな、ない阿部慎之助さんのバッターチャンス、あー慎之助が最後かな、あ、頭叩きに行ってましたもん、うん、沢村ね、今あれになったらもうあれかな、 SNS で叩かれるのか、叩かれますよ、もう今ちょっと今もうあれ、あのもうオラオラ系はダメな、それ NG な、いやいや、オラオラ系いてもいいんでしょうけどね、どうなんでも、オラついたら、まあ、平内みたいにはい、めっちゃ DM とか来てる、オラつく方向性でしょ、オラつく方向性そことか、そこなんみたいなのもいらないですよね、はい、
うん、リーダーとして引っ張るのがいいと思うんですよ、うん、そうですね、ついてこいみたいな、うん、しっかり流れろるなーって言うの、うん、いいじゃないですか、いい、はい、だってリーダーなんで、うんうん、それで勝てばいいですよね、はい、うん、でもついてこれへんやつはもう切り捨てやーっつって、はい、まあ、ちょっと令和だからなでもなんかそういう熱い感じ来てほしいですよね、誰かね、だってだから田中正義とかもやっぱそれ系いるんちゃうかと思うね、うん、この中もう逆に引っ張っていく感じが、はい、なんかちょっとあの優しそうやん、うん、感じ優しそう、メンタルが、うん、インコース投げ切らないんで、投げろこれな、違う俺インコース投げろな俺、当ててもいいんじゃんお前来い俺っつって、だからもう当てる恐怖心より俺に怒られる恐怖心の方が強いからしっかり投げないとっていう、だからもう当てたらどうしようとか思わないからね、はい、強いよ、だからそしたら、うん、そうですね、うん、当てたらどうしようちょっと甘くなって打たれるより、はい、佐藤さんに怒られるぐらいだったら当ててもいいかみたいなそのぐらいの、うん、そういう人いてもいいですね、うんうんうん、それぐらいグイグイ引っ張っていくと、うん、いいかもしれないよね、うん、いいと思いますね、今、うん、ね、サミヤ選手とかやっぱりこうね、うん、そういうタイプじゃないと思うから、うんうん、で続いて、はい、ユシミ、はい、まあこの いるな、うん、今伏見の評価が、はい、めっちゃいいハムに来て、うん、最高潮に上がってる、うん、やっぱまあ今年ね、うん、キャンプ前だとね、うん、新党入ってきましたと、はい、ね、タミヤも来ましたみたいな感じで、うん、ちょっとこれ立ち位置弱くなるんちゃうかってなった時に、うん、まあ、前半タミヤ良かったけどな、うん、やっぱそれが長く続かなくて落ちてきた時に、うん、結局伏見みたいな、うん、最近またな中島さんみたいな抑え捕手みたいな感じになってるし、うん、こうファイターズファンの中でも伏見のこの大事さとか必要性が増してきてるから、うん、なんか心の拠り所みたいになってる、うん、途中ね、あのオールスター前か交流戦前ぐらいの時にあの新党、あ、交流戦の終わりの時か、うん、新党一軍に上げて、はい、あの細野と使うから一回そのチーム事情で抹消されただけだけども、うん、まあその時にね終わって上がってきて、うん、ね、まあやっぱ大事性あるような、大事ですよ、欠かせないと思う、山崎達也もきっちり10勝ね、はい、できるしね、うん、だからそういった意味ではあの、まあ、移籍してきたけど、うん、なんか安心感と安定感出てきたな、チームにね、はい、うん、だからいい感じになってきたなと、うん、清宮、はい、ちょっと今ここに来て、ここに来てね、覚醒してますよ、前半1ミリもいなかったね、うん、どこもう終わったか、どこ行った、うん、みたいな、はい、最近この前のロッテ戦も何やっすか、佐々木朗希から、うん、打ったしね、うんうん、今同点と決勝打ってますね、うん、2割8分3厘ホームラン8本やから、まあまあまあね、うん、途中からだから、はい、築き上げていく数字は低いけども、うん、いい感じでね、うん、いい感じ出てきましたね、なってきてるね、うん、ちょっとサードの守備はバタバタ感がまだまだにバタバタバタみたいなフライとか追っかけるのになんかドタバタ感ちょっと否めないけどね、うん、バッティングはいい感じで高確率ってるから、はい、うん、ね、でまあレイエスもね、レイエスいい感じ、若干野村ね、ジェームスが代打になっちゃって ね、うん、そうですね、そこはちょっと清宮との競争に負けていってんのかなっていうね、うん、ところもあるけどもね、うん、あとちょっとあと加藤豪介はい、どこ行ったんだろうね、でも2軍ではめっちゃ打ってる、3割、あ、そうなんだ、うん、3割2厘2軍では、本当だ、ちょっとあれだね、うん、崖になるかもわかんないよね、うん、あとスティーブンソンね、うん、もういないかな、来年は、そうですね、大丈夫でしょう、うん、1番だったけどね、うん、朝晩もまた怪我から復活してきてね、ね、いい感じになってきてるしね、足早いし、守備型の磯畑ね、うん、水谷のね、うん、水谷はね、もうちょっと守備頑張ってあのタイプ的に守備型に使われちゃダメ、確もうちょっと頑張ろう、うん、守備ね、守備ね、うん、でもそう考えたらね、はい、あるね、え、ガキは結局誰だったんでしたっけ、え、田中正義、伏見、清宮、新庄さん、お、全員脱出、全員脱出、すごい、あとはもうね、あの、はい、全員ガキだけど全員チャンスありになってる、あ、なるほど、全員チャンスある、開幕前はね、うんうん、そういったところで全員ね、うん、まあ、レギュラークラスどうなるかっていうところでチャンスあったから、うん、はい、まあ、そういった意味では、まあ、今後ちょっとどうなるのかシーズン終盤に向けてさらに楽しみやな、そうですね、うん、はい、まさかの日本一もあるから ね、ポストシーズンもどうなるかね、今の勢いで、まあ、そういったところをね、はい、観察していきましょう、はい。